次に5番中村豊議員。中村豊議員、マイクを入れてください。すみません。議員番号5番中村豊です。通告に従いまして2問を質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。保護者への支援を通じて子どもの育ちを支えることにより、地域における家庭教育の充実を図り、子育て家庭や子どもたちを地域社会全体で見守り支える体制を構築することが重要であると思います。その一つに、訪問型家庭教育支援というものがあります。1問目の質問といたしまして、今回は、児童・生徒への訪問型家庭教育支援への取り組みについてお伺いいたします。本年9月25日付の新聞報道で、家庭教育を訪問支援という記事がありました。内容は、悩みを抱える保護者や子どもをサポートする訪問型家庭教育支援に取り組む自治体が拡大している、支援員が家庭を訪れるため、時間の確保が難しい共働き、一人親世帯にも受け入れられる。授業は県内21市町村が実施し、3市町が準備しており、全44市町村のうち半数を超える見通しだ。昨年度相談があった家庭の6割超で改善が見られたとして、県教諭は、着実に成果が出ているとしているという記事でした。私はこの記事を見て、本市でもこの訪問型家庭教育支援を導入してほしいなという思いを強く持ちました。次に私が目にした記事は、10月28日付の不登校急増、県内6411人。という新聞報道でした。同じ内容の新聞報道が昨日11月29日付、そして本日30日付でもあり、県内のある中学校の校長先生は、今までの教員生活で経験したことのないことになっているとのことでした。この問題が深刻化しているなという印象を持ちました。戻りまして、10月28日の報道内容は、県内の国公私立小中学校で、2021年度に30日以上欠席した不登校の児童・生徒は6411人で、前年度より 40.8% 増えて、過去最高だった。全国平均の 24.9% よりも高い水準だったことが、10月27日、文部科学省の問題行動不登校調査で分かった。県教諭は新型コロナウイルスの影響による不安感が原因になっているとみて、個別のニーズに応じ支援していきたいとしているという記事でした。私はこの記事を見て、この中の何人かが引きこもりとなってしまうのだろうな、少しでも早く支援が必要だなと思いました。そして今回の文部科学省の問題行動不登校調査結果で、本市の実態はどうであったのだろう。もし本市の実態で多くの小中学生が不登校となっているのであれば、
何か支援をする方法はないのだろうかと思ったのです。もちろん本市教育委員会や学校等でそれぞれのニーズに合った支援を行ってくださっている、これは分かっております。別の支援策として前日いたしました訪問型家庭教育支援が有効になってくるのではないかと思ったわけです。1回目の質問といたしまして、本市の現時点での小中学校における不登校児童生徒数を伺うとともに、その対策についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。教育部長。中村議員のご質問にお答えいたします。市内の小中学校における不登校児童生徒数は年々増加傾向にあります。毎年毎年度に実施されます児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査の結果によると、令和3年度は当市の小学校で計55人、中学校で計73人となっており、令和2年度に比べ小学校で24人、中学校で18人の増加となっております。今年度は9月末現在で小学校で計45人、中学校で計54人となっており、依然として増加傾向にあります。この不登校児童生徒数の増加傾向は本市だけの特徴でなく、全国的な傾向になっています。不登校の要因としては、本人や家族にかかる状況などさまざまな要因が挙げられます。こうした不登校児童生徒に対する対策についてですが、各学校においては休みが続く児童生徒の状況を把握している学級担任、養護教諭、生徒指導の先生を中心に個別のケース会議の実施や、学級担任や学年主任などが家庭訪問をしたり、児童生徒や保護者の要望に応じてスクールカウンセラーとのカウンセリングを設定したりしています。学校を欠席することで不安にならないよう、児童生徒個々の状況やニーズに合った支援を行っています。その他、教室に居場所が持てない児童生徒には学校内に別室を設け、安心して過ごせるような対応を取っています。次に、適応支援教室菜の花では、学校や保護者からの要望に応じて不登校児童生徒への支援を行っています。個々の児童生徒の実態に応じて学校生活への復帰を視野に入れた支援を行いながら、社会的自立に向けて児童生徒の在籍校と連携しつつ、個別の学習支援や教育相談を実施しています。現在の状況を申し上げますと、小学生3名、中学生6名が入級し、落ち着いた環境で学習を進めています。さらに、適応支援教室菜の花では、支援員が中学校を訪問し、別室での不登校生徒に対する支援や教育相談、校内の生徒指導部会への参加、不登校生徒に関する情報を共有するなど、児童生徒に対する必要な支援のあり方について、全中学校での実施に向けて協議を重ねているところでございます。以上でございます。はい、中村豊議員。ありがとうございました。やはり本市においても不登校の児童生徒が増えているとのことでした。また対策として、児童生徒個々の状況やニーズに合った支援を行っていただいていることは評価できます。また適応支援教室菜の花でも、学校や保護者からの要望に応じて支援を行っており、支援員の皆さんが中学校に訪問し、教育相談等をしていただいているとのことでした。さて、ここで私が前日いたしました訪問型家庭教育支援が生かされてくるのではないでしょうか。
ただし、訪問型家庭教育支援は全庁的に動くような事業だと思います。事業として取り組んでいくには時間が必要になってきますので、難しい面も出てきます。そこで今の段階で児童生徒への支援として、学校教育として何かできないかと考えると、本市の適応支援教室菜の花が浮かんできました。適応支援教室菜の花を充実されることができたなら、私が考える児童生徒への支援として訪問型家庭教育支援ができるのではないでしょうか。2回目の質問といたしまして、小中学校における不登校児童生徒への支援として適応支援教室菜の花を充実し、訪問型家庭教育支援の拠点になるのではないかと思います。児童生徒への訪問型家庭教育支援について市としての考えをお伺いいたします。お願いいたします。町田由紀子教育長。中村議員のご質問にお答えいたします。学校現場において増加している不登校児童生徒の課題に対し、適切に支援するためには適応支援教室菜の花の機能をさらに充実させることが大切であると考えています。現在不登校児童生徒に対する学習支援や教育相談を中心に行っていますが、その他にいじめに関する相談、特別支援に関わる就学相談等、さまざまな困難を抱えている子どもたちに対応していけるよう、総合型の教育支援センターとして拡充していきたいと考えております。児童心理士、スクールソーシャルワーカー等の配置をしたり、医療機関との連携を図ったりすることで、子どもたちや家庭の相談の窓口としての機能を充実させたいと考えております。議員ご質問の訪問型家庭教育支援は、学びの場や相談の場などに出向くことが難しい家庭を訪問して保護者への支援を行い、子どもの育ちを支えていくことであると思います。困難を抱えた課題や子どもたちを見守り支える仕組みとして大変重要な取り組みであると考えております。今後も菜の花において児童生徒や家庭への支援を継続するとともに、訪問型家庭教育支援事業の実施に向けて充実を図っていきたいと思います。以上でございます。中村豊議員。ありがとうございました。適応支援教室菜の花の機能を充実し、さらに総合型教育支援センターとして拡充していっていただけるとのことでした。さまざまな問題を抱えている子どもたち、そして保護者に対応していける施設となっていることを願っております。また訪問型家庭教育支援事業の実施に向け充実を図っていただけるという力強い内容でした。本当にありがとうございます。さて今回挙げさせていただいた訪問型家庭教育支援ですが、前述いたしましたように、この事業は全庁的に動かねばならない事業です。今回は小中学校の児童生徒への不登校支援のために今できることはないかと考えてきたわけですが、支援が必要なお子さんたちはその他にもたくさんいらっしゃるのではないかと思います。いじめや虐待、その他何らかの病気で支援を必要としているお子さんたちがいると思われます。その支援を進めていく場合には、障害学習科や子ども科、健康増進科、
社会福祉課等々、たくさんの方々の協力が必要になってくると思われます。始めることは大変です。しかし、共働き、一人親世帯など、相談窓口に訪れる時間がない保護者をサポートする必要性を踏まえ、国や県が訪問支援を推進しています。本事業費の3分の2を国や県が負担するので、ぜひ本市も事業の実施についてご検討いただけるようお願いいたします。訪問型教育支援を実施する場合は、全庁的な活動が必要であると述べてきましたが、本市では市長が進めている子ども課の親子まるまるサポート事業で、訪問型家庭教育支援と同じような取り組みが始まっているように感じております。3回目の質問といたしまして、訪問型家庭教育支援は、出産前や出産後に確認の意味も含め、支援していくべきと思います。その延長線上として、保育所、幼稚園での支援につなげていけるように思います。保幼所の連携となれば、いろいろな支援が行き届き、誰一人として取り残さない子育てができると考えます。現時点で、子ども課の親子〇〇サポート事業で行っていただいているさまざまな支援の中から、訪問型家庭教育支援に関連しているのではないかと思われる支援等がありましたら、お伺いいたします。お願いいたします。保健福祉部長。中村議員のご質問にお答えいたします。子育て世帯の中には、各家族化、地域とのつながりの希薄化などにより、子育てが孤立化し、子育てへの不安感や負担感を抱えている方が少なからず存在します。市では、子育て世帯を一人ぼっちにしない取り組みとして、妊娠期から子育て期までの相談や支援を行うママパパかかりつけコーディネーターを市内6カ所の子育て支援室に配置し、地域の身近な場所できめ細やかな相談支援を行う体制を構築しています。ママパパかかりつけコーディネーターは、子育て支援室での相談支援のほかに、出産後自宅に戻ってからの育児の負担感や孤立化悩み等を早期に発見し、必要な支援につなげることを目的としたホームスタート訪問を実施しております。この事業は、妊娠中から担当になっているママパパかかりつけコーディネーターがご自宅に伺い、育児支援者がいないことで育児の負担感がある家庭に、出産前後産前産後家事代行サービスの利用を案内し、育児負担の軽減を図るなど、必要な支援につなげる効果的な事業であると考えております。さらに、子育てコミュニケーションツールスママチを活用することで、妊娠中から情報発信や個人のニーズに寄り添った相談支援を実施しております。安心して子どもを産み育て、一人一人の子どもが健やかに成長するためには、子育て世帯を温かく見守り支えていくことが重要です。ママパパかかりつけコーディネーターは、親子まるまるサポートセンター、健康増進課等と互いに情報を共有しながら、妊娠期から子育て期にわたる家庭内の個別ニーズを早期に把握し、相談支援を実施するとともに、必要な子育て支援サービスが円滑に利用できるよう、必要に応じて教育・保育機関等と、保育機関等を含む関係機関等と連携し、包括的な支援に取り組んでまいります。以上でございます。中村豊議員。
ありがとうございました。すでに本市では訪問型家庭教育支援と同じような取り組みを始めていただいていると思います。今回取り上げさせていただいた訪問型家庭教育支援が本市の事業として早期に導入していただけることを願いながら1問目の質問を終えます。